聞き契約シャープ7、6月22日デーリー、発動級です。今日は指定契約も一緒に取れます。マウンテンを借りてきます。飯食ってねえのか。飯を食ってるから、マウンテンを入れれるのです。知らんけど。昇進1になってるよ。はい、それで大丈夫です。もちろん昇進2の方が余裕はありますけどね。そのマウンテンをいきなり配置します。いきなりポンペイに撃たれてる。射程が伸びてますからね。スキル2をすぐ使って、HP を回復して耐えます。そして先方を一番右に配置。さすがにこの位置だと、ポンペイの攻撃も届かない。いや、届いてる。ミルラを配置して、マウンテンも少し回復。さらに医療をどんどん置いていきます。マウンテンがもう倒されそう。ポンペイは、同時に4人に攻撃してきますので、5人目のキャラを配置すれば、マウンテンはポンペイに攻撃されなくなります。なんとかマウンテン助かった。でも、やたら医療ばっかり。ポンペイの攻撃が苛烈なんですよね。次はようやく、右ルートにアタッカーを置いていきます。それはそうと、配置不可能の数が多いね。そうですね。こんなに消えても一等級です。先週も同じようなのなかったっけ？ありましたね。先週は一箇所配置不可でした。6倍に増えてる。しかもこれ、ポンペイの通り道が配置不可になってるのか。ブロックできなくなっちゃいました。ブロックする気なんてないくせに。あ、バレた？ポンペイを強化して流す。先週と同じだね。ドキ。そう言われてしまうと悲しい。そうそう、ポンペイが下のワープに近づいた頃、右から赤い駆け抜けマンが来ますので、そうしたら、メランサのスキルを使います。赤いのは何体来るの？1体だけですね。ちなみに、ポンペイの他にあと1体流せるので、倒せなくても大丈夫だったりします。ほうほう。真ん中ルートは、マウンテン一人で片付けちゃった。さすがマウンテン。ポンペイの射程アップで、序盤がかなりきつかったんですが、マウンテンを入れたら、序盤が解決した上に、さらに敵をソロでなぎ倒してくれるようになりました。でもポンペイは倒さないのね。このレベルでは、マウンテンソロでは勝てないです。今日で危機契約も終わりだね。はい。動画を見てくれた方々、ありがとうございました。ありがとうます。また次のイベントでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。